さて渓流広場のチューリップですが、そろそろ見ごろを終えようとしています。ですが現在開催されているフラワーフェスティバルでは、さまざまな春の花が開花リレーを行っています。今日はそんな春の花の魅力をたっぷりご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。チューリップが見ごろを終え、次にバトンを受け取ったのがこちら、みんなの原っぱ西花畑に広がりますアイスランドポピーです。こちらでは白、黄色、オレンジと30万本のアイスランドポピーが風に揺られてゆらゆらと咲き誇っています。現在見ごろ始めということで、これから3週間ほどこちらの綺麗なアイスランドポピーを楽しむことができるんです。やっぱり春らしくていいですよね。目が癒されます。さて現在見ごろを迎えているのはアイスランドポピーだけではないんですよ。現在私はモビジ橋前の斜面にやってきています。こちら見てください。すごいでしょう。ネモフィラが見ごろを迎えています。空を見れば青い空、そして目線を下げても綺麗な水色が広がっていますよ。こちらのネモフィラは現在満開となっていまして、あと2週間ほど楽しめるそうなんですよ。私の大好きな花です。さあ今週も始まりました、公園行列のできる売店紹介。イエーイ。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう森田さんおすすめのお店をどんどん紹介していきましょう。そうなんですよ。さて今回ご紹介するのはこちらのお店です。お店の名前を教えてください。はい、ワークステーション中央売店です。お、もしかしておすすめのメニューはこちらですか。はい、豚汁とあの鉄板で焼く手焼き焼きそばです。うわー、うまそう。美味しそう。こういうの公園で食べるの最高ですよね。だってそしてこのもちもち、うわーいいな、たっぷり。そう、いきますね。ほんと太麺、どうですか。うまうわー、いいでしょう。もうネギもたっぷり、野菜もゴロゴロの豚汁ですよ。早速いただきたいと思います。どう？どう？うわ、もう体の中からもうポカポカ温まります。ほんと具沢山豚汁。具沢山豚汁って名前の通りね、もうほらたっぷり具を楽しむものですよね。ちゃんこだね、ちゃんこ。ほんとにそんな感じ。さて今回ご紹介するのはこちらです。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お店の名前を教えてください。日の国って言います。日の国さん、こちらでは中華料理がメインなんですかね。そうですね。こちらが例の行列のできるセットメニューですよ、はい、ではちょっとお願いします。どうぞ。おいしそう。あれこれね、昔ながらってやつね、これ鶏ガラですよね。はい、うわシンプルだけどね、鶏これですよ。ラーメンうまっ。あのね、シンプルなんだけどね、スーッ、やっぱり僕の遺伝子は鶏ガラだなうん、ラーメンといえば。あ、よかった。うん、すごい、これ本当に美味しい。香ばしい。香ばしくて、そう、口の中でね、米が踊るんでしょ、うん、ふふってね、行列に並んで皆さん食べてください。並ばないと食べられないね、本当に保証します。では皆さん、うん、食べてください。お待たせしました。